2024年8月27日、海上保安庁は2025年度令和7年度予算の概算要求の内容を公表したよ。その中に過去最大級の大きさとなる多目的巡視船を建造する計画があることを明らかにするとともに、その巡視船の外観イメージも公開したな。今回は海上保安庁が過去最大の巡視船を導入した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、その公開された外観イメージはこれまでの巡視船のイメージとは大きく異なり、巡視船というよりは強襲揚陸艦のようなもので、広いヘリコプター発着艦用の飛行甲板が目立っていることから、最近中国海警局の艦艇が居座っている尖閣諸島周辺の領海警備における拠点としても利用されるのではないかとの見方が広がっているが、海上保安庁ではそれを念頭に置いた計画ではないとしていて、イメージ図には機関砲などの武装は書かれていないんだ。この多目的巡視船は全長約200メートルで総トン数は約3万トンとされ、現在空母化が進められている海上自衛隊の出雲型護衛艦よりも4000トンほど上回る大きさであり、緊急時には最大で1000人を輸送可能で大型フェリーのようにバスや大型の緊急車両を搭載するスペースも設けられ、搭載ヘリコプターは最大で3機、その他にゴムボートなどを多数搭載するとされているね。日本政府は昨年、自衛隊と海保の連携のあり方を定めた統制要領を策定し、その中において有事の際の海保の役割を住民の避難や人命救助などと制定していて、この新たな多目的巡視船が完成すれば、自衛隊と合同で訓練を行う方針みたい。さらに海上保安庁では近年多発している多数の外国漁船による違法操業や、大規模災害発生時の住民の避難対応など、重大事案の対応体制を強化するため海上における拠点として必要な巡視船であるとしているほか、G7 首脳会議サミットのような大規模なイベントにおいて海上警備が必要とされる場合には、周辺で活動する船艇や航空機への指揮機能も持たせるらしい。海上保安庁による予算概算要求には、この多目的巡視船の整備費用として34億3000万円を新規に計上したが建造費総額は680億円に達するものとみられ、2029年度の収益を目指すとしているな。海上保安庁においてこれまでで最大の巡視船は、2013年11月28日に就役したヘリコプター2機搭載型巡視船 PLH-32 秋津島だぜ。秋津島は総トン数7350トン全長 150.0 メートル全幅 17.0 メートル深さ 9.0 メートルの船体2種機関として、ディーゼルエンジン4機を搭載して最大速力25ノットを発揮し、航続距離は2万海里以上とされているね。兵装として70口径 40mm 単装機銃を2機、20mm 多重心機銃も2機搭載されているほか、船橋ウイングなども含め、船内各所に 12.7mm 機銃用の銃座が配置され、それらの他に格納庫の両舷と船首側の 40mm 機銃座の両脇に高圧放水銃も備えているよ。なお秋津島は、2015年平成27年4月8日から9日に天皇皇后両陛下によるパラオ行幸啓において、両陛下の宿泊施設として使用されたことがあり、この措置はパラオ国際空港と両陛下の訪問予定先の太平洋戦争における激戦地ペリユー島との距離が離れすぎていることによって、移動にヘリコプターを使用する必要が生じたためで、天皇陛下の外国訪問に際して海上保安庁の巡視船が使われたのは初めてのことだったぜ。これに合わせて秋津島においては、高齢の天皇皇后両陛下の動線に当たる可能性がある船内設備にスロープや手すりを設置するなどして、船内をできる限りバリアフリーになるよう図られたほか、艦内で最も広い個室である船長室に大きいベッドを入れて両陛下が宿泊できるようにした上に、共に宿泊する自重、旅館、医師などのための寝室も用意され、トイレを温水洗浄便座に変更するなどの改装も行われたのであるが、多目的巡視船が就役すれば、このような場合に改装などを実施する必要なく利用することが可能となるほか、有事の際には病院船としても機能すると見られているな。なお、
多目的巡視船においては通常の巡視船よりも多数の乗組員が必要となる見込みで、海上保安庁の定員は年々増やされているものの、その反面離職者も多く発生している現状から領海警備や海難救助に必要な人員確保が懸念されているのであるが、海上保安庁担当者は多目的巡視船の運用に問題はないとしているらしい。このように海上保安庁では多目的巡視船について、尖閣諸島警備ありきの建造計画ではないとしているものの、近年の同諸島周辺における中国海警局艦艇による領海侵犯などの行動は目に余るものがあり、巡視船による警備体制の強化の必要性が叫ばれている中、海警局艦艇の大型化と武装強化が顕著となっていて、これまでの巡視船では対処が難しくなっているんだって。海警局では海警2901と艦番号が書かれた戦闘艦で言えば巡洋艦級である1万トン級の大型艦2隻を保有しており、これら2隻には76メートル砲と見られる戦闘艦並みの主砲が搭載されていて、海上保安庁の船から1500トン級巡視船では対抗できないほどの強武装いるよ。そのため海上保安庁では、石垣海上保安部に近い鹿児島海上保安部第10管区に6000トン級のヘリコプター搭載型巡視船6隻を配備して、尖閣諸島周辺領海の警備体制を強化しているんだ。そのうちの1隻である弓張は、ヘリコプター搭載型巡視船 PLH 巡航型の3番艦として、山口県下関市の三菱重工下関造船所で2020年3月9日に寄港され、2023年2月21日に浸水し、同年11月30日に就役した。海洋で長期間の任務に対応することが可能な最新鋭大型巡視船だな。総トン数6742トン、全長約140メートル、最大幅 16.5 メートルの船体に、CODAD 方式の機関ディーゼルエンジン4機が搭載されており、3万6000馬力の出力と2軸の可変ピッチプロペラによって最大速力25ノット以上を発揮するぜ。遠隔操作が可能な放水銃や同じく遠隔操作による監視最小装置に赤外線操作監視装置など最新の機器が装備されているほか、ユーロコプター EC-225 シュペルピューママーク2プラス、コプター EC-225 スーパーパママーク2プラス2機を搭載ヘリコプターとして運用し、武装には70口径 40mm 単装機関砲1機と 20mm 多方針機関砲2機が装備されているのであるが、これでは 76mm 砲が搭載されている海警局の1万トン級の艦艇との間で万一砲撃戦となった場合、全く歯が立たずに一方的に撃沈される可能性が高いと指摘されているようだ。中国は2020年11月に開催された全国人民代表大会において海警法を発表していて、その中で自国領海内での中国公船の武器使用を認めるとしたんだけど、中国は尖閣諸島を自国領と主張しているため、尖閣諸島の領海内を航行する海上保安庁巡視船や漁船などに対して排除しようと、この海警法を根拠として一方的に実力行使に出る可能性があるとする指摘もあり、現状ではその際武装が貧弱な巡視船では対抗できないんだ。中国の公船が海上保安庁巡視船のみならず日本の民間漁船に対して発砲することを、中国側が自国領土において国内法に従って武器を使用したと主張して正当化することは十分に考えられるよね。2023年は海警局の艦艇が尖閣諸島周辺で確認されたのは通算で352日となり、2012年に日本政府が尖閣諸島を国有化して以降の年間における過去最多回数を更新し、2023年1年間の尖閣諸島周辺の接続水域で確認された中国海警局艦艇の延べの隻数も1287隻となって、やはり過去最多を更新したぜ。中国海警局では、中国海軍から払い下げられた水上戦闘艦を配備するなど艦艇の大型化と攻撃力の増強を図っているが、それに対抗するために海上自衛隊の護衛艦を尖閣諸島に貼り付けることは中国海軍の介入を招く事態になりかねず、海上保安庁が独自に対応する必要があるよな。そのため3万トン級の大型の多目的巡視船を尖閣諸島近辺に遊翼させておくことは有効であり、
今回発表されたイメージ図には描かれていない強力な武装を有することが必要であるとする見方が広がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、護衛艦出雲、加賀に大規模改修工事が行われているね。そんな中、護衛艦ヒューガ、伊勢に注目が集まっているという情報が入ってきたぜ。今回は、護衛艦ヒューガ、伊勢になぜ注目が集まっているのかについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年時点で海上自衛隊で最大規模を誇る艦艇といえば、出雲と加賀の2隻を含む出雲型ヘリコプター搭載護衛艦で、これは艦式 ODDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めた艦になっているよ。出雲型護衛艦は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートル、深さ 23.5メートル、喫水で 7.3 メートルのサイズで、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大規模なんだ。この大きさを誇る出雲型護衛艦の機関部だが、アメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM2500IEC がスタータービンが4機組み合わされた COGAG 方式が採用されていて、マックス出力112,000馬力、速度30ノット以上を発揮するらしい。また出雲型護衛艦の電源設備として、機関部と同様にアメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM500G7 ガスタービン主発電機を4機等搭載しており、合計で最大 14,000kW の電力供給を行うことが可能となっているぜ。出雲型護衛艦は全通式飛行甲板上の右端部分に集約化された艦橋を備えており、これは、いかにも航空母艦前とした全通式の飛行甲板で、その上には、5箇所の回転翼先が同時に発着できるスポットがあり、収益時から国外ではヘリ空母とみなされてきたわけだ。この全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0メートル、全幅 38.0メートルが確保されていて、海自で対潜哨戒戦闘や対みなかみ戦闘を担う SH-60K 回転翼機に限れば、マックス14機が艦内格納庫に収容可能みたい。ただし実際の運用では、出雲型護衛艦は標準では SH-60K 回転翼機を9機、輸送と救助救難用途が主任務である MCH-101 回転翼機2機を搭載する体制を敷いていて、格納庫は3つあり、第1第2及び整備用の3つが艦内に設置されているんだって。出雲型護衛艦はその大きさを活かして、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している双発で大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用が当初から想定されていたが、この大型機体ですら艦内格納庫への収容が可能ということで、ということは、出雲型はそれほど大きいということになるな。出雲型護衛艦の格納庫に収容可能な回転翼機のサイズを紹介していくんだけど、SH-60K が最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量 1,065 トンで、MCH-101 は全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで重量が 15.6 トンとなっているよ。これらの回転翼先を艦内の格納庫から昇降させるエレベーターが出雲型護衛艦には2機備えられていて、全部の1機は飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機は艦橋後方の右舷にサイドデッキ方式で設置されているみたい。各エレベーターのサイズだけど、飛行甲板上のインボード方式エレベーターは、長さ 20.0 メートル、幅 13.0 メートルです。サイドデッキ方式のエレベーターは長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで大した荷重量は30トンを超えるというよ。現在出雲型護衛艦が行っている航空母艦化改修工事によって、同艦は短距離離陸垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にできるんだけど、同機は長さ 15.61 メートル、幅 11.37 メートル、重量27トン強という規模ということだね。
出雲型護衛艦のネームシップで一番艦である出雲が寄港されたのは2012年平成24年1月。日本政府が出雲型護衛艦を改修して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にすることを公に認めたのは、2018年平成30年3月だが、それを見越して設計がされていたことが垣間見えるな。日本の大手マスメディア各社は、2013年中盤以降には F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を取得して、出雲型護衛艦の艦載機にする可能性について報道していたが、当時の小野寺防衛大臣はあくまでこの見解を否定する姿勢を貫いていたぜ。当時は政治的に日本の海上自衛隊が装備として航空母艦を運用することについて、専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するのではないかという批判をマスディアから受けることを危惧していたせいだと思われるが、現在からすれば覚醒の感が拭えないな。しかし日本がこうした政治状況にあった時期にも、中国海軍は国家の経済力を背景に軍の装備の近代化と増強をどんどん進めていて、こうした事態への危機感が日本国内でも醸成したことから、この航空母艦化計画は市民権を得たということになったんだ。日本では2010年後半に差し掛かると出雲型護衛艦への航空母艦化改修を公にし、2017年には同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として受注したことで、その事業に着手したよ。この中では出雲型護衛艦に無人航空機と合わせて F-35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われたみたいで、これを受けて2018末に閣議決定した防衛計画大綱や、その具体策を記載した中期防衛力整備計画では STOVL 機運用について言及されたんだ。そこで従来の日本政府の国会答弁では自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点、つまり大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦については変更しないとしながらも、出雲型護衛艦の改修は攻撃型航空母艦には該当しないという見解が示されたみたい。航空母艦を攻撃型か否か特別するこういった定義が軍事的に意味があるかどうか、実に日本的な政治上の言い回しと解釈をひねくり回したものという感は否めないな。しかし、どちらにしても、出雲型護衛艦の航空母艦化改修が本決まりになったことは間違いない事実だ。それでも日本政府は、仮に出雲型護衛艦の航空母艦化改修が完了を終えても、F-35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言しており、従来通りの回転翼機による対戦哨戒任務との併用が前提であると付け加えているぜ。出雲型護衛艦の航空母艦改修の予定だけど、まず2020年度防衛予算から改修費用を捻出して着手、全通式飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱への耐熱加工を施すことが打ち出されたよ。また F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離着艦をサポートするため、アメリカの強襲揚陸艦にも搭載している誘導装置を設置し、飛行甲板の先端部分の拡幅工事が打ち出され、現時点では出雲が2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいると見られているね。これと並行して艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は2023年時点で総数42機を購入することが計画されているんだけど、中期先としては航空自衛隊の宮崎県のニュータバル基地が有力視されており、早ければ2024年度から同基地においての運用が見込まれているみたい。このように太平洋戦争後の日本では初めてとなる出雲型護衛艦を航空母艦に改修しての運用計画が進められているんだが、この先駆けとなったと見られているのが、日向型護衛艦の日向、伊勢の2隻だぜ。ちなみに護衛艦の名前には旧国名が付けられるようで、出雲は島根、香川石川であり、日向は宮崎、伊勢は三重となっているな。最後に日向型護衛艦のサイズを紹介するんだけど、基準排水量13,950トン、満載排水量19,000トン、全長 197.0m、全幅 33.0m、深さが 22.0m、喫水が 7.0m の規模で、
排水量比では出雲型護衛艦の約 70% 強のサイズ艦ということになるね。この日向型護衛艦も出雲型護衛艦と同様に全通式の飛行甲板を備えていて、フォルムから見れば航空母艦前とした外艦だけど、回転翼機の昇降用のエレベータ2機はいずれも飛行甲板上でのインボード式が採用されているんだって。この日向型護衛艦のエレベータは前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なため、F-35 ライトニング 2B 型を昇降させるには厳しく、しかもどちらも飛行甲板上にあるので、F-35 の離陸距離の確保も困難というわけだ。そのため、出雲型のように日向型護衛艦に航空母艦化改修を行うのは物理的に制約があって考えにくいだろうな。どちらかといえば1998年平成10年から収益が始まった大隅型輸送艦3隻の代替艦にその機能を盛り込む可能性が高いのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ついに、最上型護衛艦が VLS 装備のため、改造という情報を入手したよ。最上型護衛艦に念願の VLS 装備だな。今回はそんな最上型護衛艦への、後日装備のはずだった VLS について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の防衛を考える上でのガイドラインになっているのは、安全保障政策の基本指針として定められ、時の政府閣議決定で進められる国家防衛戦略で、2022年12月に最新版の策定が行われたんだって。国家防衛戦略はそれ以前までは防衛計画大綱と呼ばれていた文書で、2022年末に現在の名称に変更になったけど、その内容は最後だった2019年度以後の防衛計画大綱の骨子をそのまま引き継ぐ形になっているみたい。その国家防衛戦略の中では、海洋国家として日本を防衛する中心に海上自衛隊を置いているようで、4個護衛隊群、2個護衛艦掃海艦艇部隊群、6個潜水隊、哨戒機9個隊をその戦力の中核部隊として位置づけているよ。それらの部隊に属する具体的な艦艇数の内訳だけど、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻体制が明示されていて、それ以前と比べると最後の哨戒艦という艦種が新たに追加された状況と言えるようだね。護衛艦54隻、潜水艦22隻体制は2014年度以後の第25期防衛計画大綱から継続されているもので、その前の2011年度からの第22期の同護衛艦48隻、潜水艦は同数と比べると体制増が打ち出されたものになっているんだ。そんな海上自衛隊艦艇の中では造成基調にある護衛艦だが、2024年時点でイージス護衛艦 DDG 8隻、ヘリコプター護衛艦 DDH 4隻、以下汎用護衛艦 DD 等が装備されている状況になるぜ。2023年度からの防衛予算案増額に伴い、護衛艦の中で最も高額なイージス護衛艦2隻の新規建造が決まっていて、日本独自のイージスアショア代替目的のイージスシステム搭載艦2隻の建造も予定されているな。一体いくらお金がかかるんだろうね。こうした状況下で数の上で今後の海事艦艇の中核となると見られているのが、2022年春から収益を開始した最上型護衛艦で、直接的には阿武隈型護衛艦 DD 代替目的で配備が始められた艦艇だよ。最上型護衛艦の基本仕様は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの艦隊で、海事艦艇としては初の艦式号 FFM が付与された艦としてもよく知られているよね。この最上型護衛艦新造にあたって付与された新たな艦式号である FFM について説明すると、艦艇の規模を表すフリゲート FF、多用途、対機雷戦闘を表す M から命名されたと言われていて、汎用性の高い水上戦闘艦を目指していることが伺えるらしい。最上型護衛艦は、機関構成として CODAG 方式を採用、ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジン2機を組み合わせていて、
最大出力7万馬力で最高速度は30ノット以上と公表されており、低燃費と高速性能の両立を図っている艦ということだろうな。兵装としては、62口径5インチのマーク、45主砲として1機、マーク、41型 VLS を1機16セル、近接防空用シーラムを1機、対艦攻撃用としては国産の人7式 SSM4 連装発射筒を2機、324mm の3連装単魚雷発射艦を2機などの装備が前提となっているぜ。フリゲートは他国の排水量で言えば4000トンから5000トン台の同クラスに分類され、主兵装である VLS 垂直発射艦を32セルや24セルなど装備していることと比べると、最上型護衛艦の兵装は比較的抑えめと言えるかもしれないな。しかし最上型護衛艦最大の特徴は、その外観から容易に想像できる高度なステルス性能であり、艦橋上部に複数のレーダーやセンサ類がきれいにまとめられ、敵のレーダーへの反射断面積低減を強く意識していると見て取れるよ。それだけではなく、最上型護衛艦は消費とかにも注力されていて、定員の乗組員数は約90名とされており、同艦が大体対象としたアブクマ型護衛艦は120名だから、25% も乗組員数の削減を実現した艦艇になっているんだ。さらに最上型護衛艦は満載排水量5500トンもの大型水上戦闘艦なのに、従来はもっと小型の専用掃海艇が担当してきた対機雷戦闘を行う能力も与えられているから、コンセプトの多用途性の実現が図られていると言えるんじゃないかな。この対機雷戦闘用として最上型護衛艦には、専用の対機雷戦用の99-91ソーナーシステムを実装しており、また無人機である機雷排除用の水蒸気 USV と機雷捜索用の自立型水中高層式機雷探知機 UUV-OZZ を運用する能力も備えているらしい。敵の散布した機雷を取り除く機能に加えて、最上型護衛艦は簡易型の機雷敷設装置を実装するので自身が機雷敷設もできるようになっていて、有事の際には対象となる海上封鎖にもその能力が期待されているわけだ。数々のこうした新機軸の導入によって多用途な水上戦闘艦として、これまでの海上自衛隊の艦艇にはない機能を実現させた最上型護衛艦だが、アブクマ型以後の初雪型やアサギリ型の DDO も全ての代替となるべく22隻という、大量の建造も考えられていると推測された時期もあったようだな。特に2018年度に出された関係文書の中には、最上型護衛艦は2018年度以後2037年度までの間に総数22隻を建造し、おのおのの艦艇を建造から40年間維持運用するという記述があり、前述の推察が現実味を帯びていたらしいぜ。しかし2023年1月末、防衛装備庁が最上型護衛艦の次級となる新型 FFM の企画提案を行う事業者を募る工事を行ったんだけど、同艦の建造は2023年度分までの累計12隻で終了することが明らかになったね。ここで防衛装備庁は新型 FFM を2024年度分から10隻新造する方針を示していて、さらに同年8月末には新型 FFM の建造を2024年度から2029年度までの6年間で総数12隻とすると発表したんだ。この方針変更の理由は現行の最上型護衛艦の使用に不十分な点があると判断したせいだとは説明されていないんだけど、日進月歩を続ける軍事技術の速度に対して、既存艦を22隻も建造を続けることに疑義が生じたと見る向きが多いみたい。さてさらに新型の FFM 建造計画も動き出した中で、既存の最上型護衛艦は6番艦アガノがすでに2022年末に進水を終えており、2024年3月には実戦配備される予定で、そして7番艦に淀と8番艦雄別も寄港されているよ。ちなみにこれらの艦名は日本の河川に由来しており、仁淀は仁淀ブルーが有名な四国の川であり、湧別は北海道の湧別川だな。残る4隻の最上型護衛艦も計画通りに2023年度計画で2隻、2024年度計画で2隻が建造予定で、2025年度分以降では2隻の新型 FFM の建造費用として1747億円を予算要求する予定らしい。
このように最上型護衛艦の建造が続く中で、2024年3月6日に海事の幕僚長が行った記者会見で同艦の主兵装であるマーク41型 VLS について、1番艦最上から10番艦までの重責に新造時に装備されないことへの質問が飛んだよ。最上型護衛艦の主兵装であるマーク41型 VLS 1機16セルは、10番艦までは建造時には実装されず後日装備という対応が続けられていたためで、一部の SNS 上ではこの事態を憂慮して、最上型護衛艦の戦闘能力を疑問視する声も上がったほどなんだ。最上型護衛艦のマーク、41型 VLS 1機16セルについては、運用すべきミサイル選定に時間がかかるとして今日に至るまで実装されていないが、予算は2024年分まで調達が組み込まれているぜ。前述の幕僚長はこの質問に対し、最上型護衛艦へのマーク、41型 VLS 1機16セル装備についての時期の明言は避けたが、予算は確保済みだから然るべき時期に部隊運用に支障が生じないタイミングで実装すると返答したらしい。折しもちょうどオーストラリア海軍が、既存のドイツ MEKO200 型フリゲートをベースとした、同海軍のアンザック級フリゲートの代替艦の候補の一つとして最上型護衛艦を挙げたこともあって、世界でも注目されているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。